11月21日何の日でしたっけ、フライドチキン、フライドチキンというか、はい、あの無事ね今日で残り40回ということで、あ今日か、はい、事前に残り40回の日はまあ重大発表があるってことで、あそうですね、そうです、和田さんからはい重大発表、そうですね、この日は何でしたか、今日はですね重大な発表があるということで、はい、なんと結婚、和田の結婚か、ついに結婚なのか重大発表が、そうですね、何でしょうか、なんと詳しくはあと30回後に行くいやね、本当はこの日まで発表したかったんですけど、そうそう、ね、ちょっといろいろあってね、うん、ちょっとトラブりまして30回もなったし、申し訳ない、お願い、その代わり今日のフライチキの動画は松田がいつもよりもかっこいいことを言ってるんで楽しんでください、もうそれと VTR スタート例えば、今年もそろそろだよね、君が毎年、まあ、ちゃんと食べたいって言うから七面鳥をね、用意しようと思ったんだけど、ちょっと見てみて、1、2、3、4、5ごめんちょ、いや、でもね、今年こそは絶対にあの七面鳥をね必ずあの当日には用意するから楽しみにしててほしいなって、であとやっぱりあの今年こそいいものにしたいから、まあ昨年っていうか去年はねあんまうまくいかなかったから、今年こそはやっぱいい日にしたいなと思うんだよね。だからなんかさ欲しいものとかある？俺、欲しいものか、そうだな、強いて言うなら時間かな、君とのバーカ